完成です。両腕にガキっていう竹ガキを、欄窓先に全部新しい新参者では味わえない古民家のリメイクっていうのは、それが面白い。まあ古民家再生みたいな。和の雰囲気の土壁風に見えるっていう素材です。こちらの植物を活用して塀を作っていくね。植物の移植は大体これで終わりました。これだけじゃあれなんで、手前の方に一応これから、両腕にガキっつう竹ガキを手前に作ります。じゃ竹ガキはその今低い塀の後ろ側に入る。そうです。ここちょうどここぐらいに、このぐらいの高さずっと待って、そうするとより一層引き立つ。で一応ですね、竹垣は自然だけであって人工竹を使って、まあ、通常の竹と同じような感じで作っていきます。門に関してはあと一応ですね、一段高くステージの叩きを、でここはてっぺ、同じてっぺでもちょっと大きめのてっぺの欄張りを一応考えてます。であとお客様の指定の引き戸をはめ込んで、で飾り戸を入れれば大体完成。道路の方は前回やったような枠を作って、大きな平板を据えるという感じで、そうすれば大体大間がもう大体ここは完成になります。はい。両腕にガキ完成しました。ちょっとアレンジして、これも全部プラだから、まあ作り方はね、生竹と竹ガキの作り方ですけど、素材が変わっただけであって、まあこれから多分そうなるんじゃないかな。腐んないから、まあ腐んないのがいいのか分かんないけど、普通の竹だと1年経過するとだいたいこの色で、白菜もほとんど人工のやつですから、いろいろと各部品を寄せ集めた形で作ってますから、
鉄粉石全部張ったんで、で目地は一番濃いノーハイツーやつの黒の目地にします。重さを感じさせるために一応そういう形にしました。一応基本的に1800と900の枠を据えて、ちょっと R をつけたいんで ボイド管で出ました。塩ビ管がなかったんで、一応角柔らかみを持たせるためにそうしてます。クワリのペッペを貼ったやつは、これあの目地を白にします。まあ白にするっていうのはちょっと違う日に見せたいんで、ちょっと黒よりは全体的にちょっと明るく、そっちの方が。一応これあの欄窓を先に取り付けます。これお客様が用意されてる。そうこれこの部屋、あの家にあったやつじゃないかな。これが引き戸です。まあ、これもお客さんからの支給で、まあ、これに合わせた形で全部構成してます。一応ですね、型枠模様を作りまして、この枠内に打設していきます。で洗い出し、模様的にカーラチップちょっと入れて、柄に鉄平石の小さいのがあるんで、小さいやつで模様入れていくつもりでいます。
アプローチの洗い出しは終わりまして、車の通る部分においては化粧砂利を入れたいと思ってます。まあ、そんで両脇においては砂利よりは植物をこう演出したような非常に柔らかみが出るんで、植物を植えるような形になりますね。と一応土間が終わりましてですね、形跡を置こうと思ってます。ちょっと雰囲気的にやはり和の中で重量感のあるやつを使いたいと思って、まあ以前ですねロックガーデン風の庭でやった時に、まあ処分する石を取っといたんで、その石を使った形でボリューム感を出そうと思ってます。ではじゃあ石を取りに行きたいと思っております。石だけで景を作られた庭なんで、あまりにも、まあ、形跡が多いっつう。石はできるだけ使うんですけども、余分なやつは一応撤去っつう、こっちからもう、まあ、それを処分するんじゃなくして、もう違った他の現場で使っていけたら使っていこうかなと思ってます。現場にあった石を、まあ形跡で今植栽のところに家の周りに多少石があるんで、ちょっとポイントにちっちゃなやつが石を据えて、その平行にまあ地広い下草類を新しく入れて、グラウンドカバー的にちょっと土を抑えるには全部ヒメリを植えて、それで完成です。植栽自体はですね、で砂利を巻いて一応完成という形になります。植物を こちらの方土を持ってあるんで、塗り方のとこだけは後ろは流の木をずっと土の押さえとして貼っていきます。ちょっとこれじゃちょっと流れちゃうんで、流の木、まあ柄的にもちょっとで、この後ろの方が後々どうなるかがまだ予測ないんで、手前だけ植栽してしていくつもりでいます。最後にこれちょっと飾りにいいかなと思って、ここの川でじゃないみたいなんだけど、飾り物として使おうかなと。これで完成です。
これで一応ですね完成しました。もう本当にごく一部の部分だけですけども、やっぱ最後に石と緑を入れたら一段と良くなりました。これがね我々の仕事の最終的な装飾ですから、まあ、緑を入れることによって引き立つようなデザインというか、それがまあ造園屋の本文なんで、はい、まあポイントっていうのはあくまでやっぱりこの古民家っていう形で、植木もやはりもう長年こう管理してきた植木がもう非常にあって、まあ、通常あの植木屋さんで買うよりも年数が経った立派なまあ植物があるんで、それを使えたっていうか活用できたっていうのが重みが出たっていう感じですかね。やっぱり古民家の良さっていうか既存の植木をどう生かしていくかっていうのがやはり溶け込むっていうか、うまくまあ形は変えますけども、それはやはり庭師の技術として剪定仕立て直しで移植っていう技術を生かせばほとんど使ってこれるんで、じゃああの梅もこれからまたじゃあ育て直して、そうですね、今ずっとポンポンって切ったけど、これで10年ぐらいかな、ほっといた状態なんで、だからそれをあの大きさのやつをここまで縮めたって、まあ今年はもうここで拭き直しっていう形でもう一度整えれば結構迫力がね全然違うんで、いろいろ低木のさつきなんかももう長年経った植木がこう使えたっていうのが、竹垣にしても何々してもなんかそれが引き立っちゃうっていう部分ですね。はい、古民家をやる場合には再利用っていうか、うん、していかないともったいない、その良さっていうか、全部新しい新参者では味わえない作り方がやっぱり古民家のこうリメイクっていうのはそれが面白いっていう感じですかね。はい、まあねちょっと時間かかっちゃったんですけど、この雰囲気一つ作ったことにおいて他の景をつながりとして、まあ、持っていける、まあお客様にとってもここの雰囲気を一回ちょっと感じれば、イメージつけやすいかなということでできたかなという感じですかね。はい、渡辺さん今回施工してみていかがでしたか。はい、やっぱり今まで自分がそのやったことのない技術とかが実際にこう教えていただきながら学べましたので、大変勉強になりました。ありがとうございます。金井さんも渡辺さん相当頼りになったんじゃないですか。そうですね、何もないとこから作り上げていく過程の中で一緒にやるっていうことはやはりまあ事業だとね、あれだと考え方、その考え方が現場でどういう考えものなるのかっていうのが分かったと思うんで、はい、実際に想像してたのと、まあ、自分がやるのではやっぱりまた違いますし、自分が体感することによって今後自分の設計デザインにも多大なる影響を受けさせていただいたなと思っております。作業自体は結構大変だったんじゃないですか。そうですね、まあ、先ほど金井さんもおっしゃった通り普段そんな現場来てですねがっつり1から10までっていう、うん、結構腰痛と体はもうボロボロまあまあなんとかおかげで体もちょっと絞れましたし本当にいい体験勉強させていただきました。ありがとうございます。長い現場ありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします古民家再生第一弾として今回ここで、ね、まあこれから先このつながりで作っていきたいと思っておりますけども、まあ今回第一弾として一応門回りという形で一応終了させていただきたいと思ってます。あと次の予定通過お客様考えというのは、昔それが蔵だったらしいんですけど、まあ蔵はその建物を一応茶室っぽくやりたいということと、あとはもう外周を塀で囲いたいという感じの計画思いはあるみたいです。
じゃあまだまだこちらの古民家再生は、まあ、そうですね、終わらないような終わらないと思いますけど、まあ長期にお付き合いしていこうかなと思っております。はい、で今回はこれで一応終了とさせていただきます。本当にありがとうございました。ではまたよろしくお願いいたします。